まあよた話に近いんですけどね、これから今日は2日目、本当最終日、えー、昨日今日本当にもうびっくりするぐらい暑くて、ま、え、い、ー、っちゃったんですけども、まあ、今、本当ちょうど、まあ、あの朝まで今日は行くので、えー、ご飯をでも食べましょうという時間なんですけども、えーとね、まず、あ、1999年に、まあ、あの僕はあのウエス入ってもう長いんですよ。で今年はね なんて言ったで99年に r i z i n さんを立ち上げて、まあ、ほぼ二十何年ほんとださっき言ったあの、まあ、台風で飛んだりとか、まあ、まさかのコロナで2年間なかったりとか、まあ、いろんなことがあったんですけどもで竜太んんはだから2000年の時から。 99年とかだけ一緒にやったのってえっと初年度からスタッフで働いて2年目からブースをやらせていただいてます二、ね、十<ー>歳の時でした二十、ねね、歳はいなるほどそれで2002年に2年か3年に、うん、そのプロボブースみたいなところでく、うんあのはその前からあのフジロックとかであの会ってたので<ー>初めてプロボブースに呼んだんですよ、うん こういう人がいるから予算くださいって言って、<laughs> ちょっと気になってじんく <laughs> それが最初ですね。ラライジングサンロックフェスティバルは、うん、えっと来た時よりはなんか年々感じているのは、あのフェス作るのにこの人たちずっと土木から始めてるっていうか、なんていうんですかね、その <laughs> それもしてますこのスタッフの一体何日あの地固めからやってんだみたいな。 でそういうプライドとこのウタとかあの逮捕のとことかそういうあの空間を作る連中ももう何日もかけてやるみたいな,なんかそれにプライドも持ってるって思っててだからなんか他のちょっと商業的なフェスとはやっぱ明らかに違うなっていう感じはずっとしてました。もうそれを言っていただいたら、ね、本当だろう <laughs> ブルを運転してるスタッフとかね結構いやでもただこれ言いたかった理由は今回久しぶりに来た時にもうみんな年じゃないですか、うん、ですみんな年なのにそれまだやってるっていうのは何かそのそのプライドがあって多分まだ1年できるかとか来年できるかみたいなみんなライジングさんを物差しにしてるような気もするんですよ。あの若い時のあののあ感情のままで なんとかか俺今年できるかみたいなことは分かるんですけど自分がやってることってキャンドルをともすっていうよりはともす場所だとかこの場所になぜ今この人たちが集まってきてて何を求めてるのかとかなんか相対的なサービス業っていうふうなことが空間の装飾というか演出っていうふうに思ってるので本当はライジングさんのこのみんな年取ってきてるみんなにあえて今回言いたいなと思ったのは。 あのそこを頑張んないで例えば座る場所をもうちょっと増やしてあげたらとか日よけ作ってあげたらとかなんかそういうお客さんたちだってやっぱりライジング愛してる人たちはやっぱり絶対毎年ここに来るんだとか今度子供と来るんだとかってやっぱり生活層だとかその楽しみ方も変わってくるのでライジングさんを愛してる人たちと一緒になんか成長していけるフェスになっていったらいいんじゃないかなって思うと本当このリュータのところも大鵬のところも。 なんかこういうカラーががあるとこころがすごいい大事でこういう連中が今度子どもたちをそこで生活させてるからその子どもたちが今度また自分たちのオリジナリティなライジングを作っていくんじゃないかなって思うとなんかやっぱりもう数あるフェスの中でもライジングはそろそろそういう何て言うんですかね音楽業界がやってるフェスからライジングさん作ってる連中と愛している連中でやっぱ。 次のステージに行った方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、安倉安倉で、ね、もなんでライジングにいるの、いつも。だからどこのフェスにもいますよね。<laughs> ね割と。そうなんですよね。だって、セールも払ってもないし、呼んでもいないんだけど。なぜ、うん、かいつもパスかけた。不思議だよね。今、うん、録音しましょうか、今の。結構な。 あのブラックな水。あ、大丈夫です。大丈夫です。あの、その実績がないんで、そういうパワハラの実績がないんで、実績があるんじゃないですか。<laughs> ういうはい。実績がある人だと、なんか変に伝わっちゃうんですよ。実績ないから、別に俺普通に聞いてました。でも、それ言ったことで、なんか逆に。あ、今パワハラされてたんだって思っちゃいましたけど。はい。ちょっと一回二人で裏行ってきていいですか。はい、もうどうぞ。 ちょっとリュータとねちょっと本当ですか？もうリュータのとこだからもうちょっとリュータかリュータするリュータ今回こうなんかこうどうしようかとかってなんかある考えたえいきなりですねそうそうそう一応なんか紹介しますお父さんこの特攻から逃げるためにちょっとこのエリアをねどういうイメージして作ったのっていうここのエリアですねあなたもボスだからまああの先ほどの話になったように北海道のローカルの りみたいなとととこころがちょっとこうう,んうん、うん、多分出てると思うんですよねストリートでこういつも遊んでる仲間たちでいいとかものを作ってる仲間でなそんな売れてるとかビジネスうまくいってるとかじゃない仲間と作ってるんで、えー、そうですねそして「こうライジングさんは北海道のお客さんがたくさんいるっていうそうなんでねうん、うん、ことで言うと、まあ、これがなくなると北海道から引っ越す人とかたくさんいると思うしこれがあるから札幌 北海道って楽しいよねみたいな話しても全然面白くないですよね <laughs> いやいやいや面白いですはいさっきの質問に答えますと僕も一番このフェスが好きだから来てるだけなんですけどライジングははいどこでも行っててるわけじゃなくでですか <laughs> どこでもやっぱ仕事でも行ってますけどライジングは仕事本当に仕事じゃないからあとは全部仕事で行くことが多いですね自分で自費で行くっていうフェスっていうのがこのライジングだけであとは 基本は仕事で行ってますね。はもう、ジャパンとか、まあ、あのーあのー…オファーをいただいて、<laughs> あれも素晴らしいフェスですが、<laughs> あの…スイートラブシャワーとかはスイートラブシャワーもあの DJ であの出させていただいて、仕事,仕,事で仕事というか、あれも素晴らしいフェスです。中でもライジングが素晴らしいフェスの一つですよね。 出たことないけどねあのダンサーで出てるよね、パフォーマーとして。歴史の池ちゃんと、もともと一番初めのきっかけは、お笑いのテントが昔、ブラックテントっていうのがライジングにあって、それで桑原萌一さんとコメディークラブキングっていうので、僕らとバナナマンとリリー・フランキーとか、みんなで出たのが最初なんですよ。それがきっっかけでライジングににるようなて そこからずっと来てますね。そこからはもそのコメディテントがなくなり亡くなってからは、えー、とまた違う形でコメディ歴史」っていうバンドのあのー、コメディ担当としてその都度その都度いろんな役をやる役として出てたんですよね。初年度椎名林檎さん役だったかな。<laughs> <laughs> はい、そういうのであの毎年その毎年の顔の人の役をやるっていうのであの、ずっと歴史で出ててっていう感じであの、付き合わせていただいておりますでもさっきねここで竜太と出会ってじゃあ来年からやれるっていうのが一応ちょっとプチーオフィシャル的な感じになったよねいいですか竜太さんあ来年 DJ でですありがとうございますおーやったー来年も来れる <laughs> 自腹で来てくださいね、はい は自腹であとはほらおひねりとかねドーネションとかね皆さんの愛の愛おひねりもらっていいですかここいいんですかそれおひねりもらってる DJ 見たことないですけどうもう俺ねでもうんとほんと申し訳ないというかまあこんなモーションないじゃん過去でほんとにちょっと日よけできる場所を頑張って作ろうかなとは思ってるなんか申し訳ないっていうかありがとうございますほんとねほんと大変な思いしてきてるけどでも 北海道はさみんな毎年ずーっと暑さが来て「いや、北海道は涼しくていいですよね」なんて言ってたのにみんなあの今年はみんなに嘘つきって言われてもう全然もう北海道じゃないじゃんみたいなまあ本当に暑くてまあでももしかしたらこれがね本当ノーマルになっちゃうかもしれないのでまあそういう、まあ、ちょっとまあ俺も年だけど、まあ、ちょっと皆さんもなかなかお年になってる方もいるからまあゆっくり楽しめる場所をちょっと。 えます真面目に、うん、確かにちょっと作んないとねもうさすがに眠れてもねきついなと思ってフェスっ、あのー、て何か、ね、この年齢の人たちがだけが来てるフェスとかそこを狙ってるフェスももちろんいっぱいあって、うんまあ、もしかしたらそっちの方が集客するのかもしれないけど、うん、ライジングってそ,のそこをそのバランスが あるというか、うん、ちゃんとその世代の人たちに刺さるようなテントがちゃんと一個ずつあるじゃないですか。うん、だから、なんか全部の世代を外さないというか、全世代に対して。あのー、まあ、なんていうか、コミットしてるから、そういう意味ではより。その日差しとか、そういう年齢対策みたいなのって、大事なのかもしれないですね。まあ、ほんと、今日もすごい子供がね、いっぱい遊んでて、で、まあ、その二世代型。 になってから、まあそのまあまあ、レジェンドでいうと達郎さんが出たりとかで子供はじゃあその代わりで家族でテントを張って子供は何か見てくお父さんはここで焼肉焼いてるよとかでも達郎さんは俺行くからねみたいなまあ2世代になるようなことはイメージをしてた、うん、でそれがこの先どういうふうになっていくかっていうのもまだ楽しみだしそれ、うん、んていうのかな,なんかお祭りってその。 例えば俺は北海道はなんかそういうお祭りないけど例えば博多だったら祇園祭りとかさ、はい、もう歴史のあるのものあるじゃんど、うんたくとかああいうのもだってみんな1年にもうお祭りもうだって今日で終わっちゃうのよそしたらまた来年来ないかなっていうようなもんなればいいかなと思っていてふだんか普段のんか会話の中でもなんか急になんか電話がかかってきて若さん来年これやりませんとかって思いつきで。 関係なく,電話くる時あるじ何、えー、かそういう普段の生活の中でなんかもうなんか病気病気じゃないけど、まあ、そ,のそれを中心に終わったらまた次来年なんかできることないかなとかなんかこうもう本当お祭りって感じだよねだから一年、うん、もう一回しかできないからさ。農業じゃないけど、うん、そのワインとか作ってる人とか稲、うん、作ってる人とかって一年に一回しか試せなくて。うん その1年間の,その結果がそこの最後にバーンって出てで次その実験して次出てくるのってまた1年後とかって言ってなんか人生の中で何本作れるだろうみたいな話を聞いたんですけどフェスも全く一緒ですよね年に1回でそのそこまでにこうアイディアをいろんなものをアイディアとか準備をしてさあ今回どんなフェスが取れただろうみたいな。 ことだからその人生であと何回できるんだろうみたいなこと考えたらなんか一緒だなってちょっと思いました今聞いててなんか,あ,いやなんかあの今聞いててやっぱり音楽業界の人はフェスをお祭りって表現してんなって思っててでもお祭りってやっぱり言った通りあり1年間作ってくんだけどそれってやっぱりコミュニティがあって地域で言えば地域の人たちがもっと日々消防団だとか、うんうん、なんかそういうことって あんじゃなないかなって思っててて思お祭りだっていうんですけどでもフェスを作ることを仕事にしてる人たちか,からしたらやっぱ仕事で,で仕事ってやっぱり毎年同じことやればいいんじゃなくてもっと良くしようもっと良くしようだしもっと無駄をなくそうとか,なんか常にやっぱり考えていたくてでそれをもっとやっていきたいなとも思うしなんか自分的にはそのフェスを作ってる仲間たちを見るとやっぱり何にもないところから土木から始まり ジトイレを水道を上下水道をとかインフラを整備してで飲食店がとかで最終的にはエンターテインメント部門がってなってるってことはなんかゼロから町ができてでなおかつその目的は感動を作る町っていうことっていうのがあるから災害支援に最も適したチームだなって思ってるんですよね。 自分の中ではもうごく同レベルっていうかフェスを作るのと同じように被災地支援だなんだってことにもつながるしそういう仲間たちが一緒に、まあ、若林さんもそうやってつどつど北海道から物資を送ってくれたりだとかってこともあったしっていうふうになんかなっていけたらなんかこれはお金払って楽しむこととかあのこれはそのボランティアでやる社会活動とかっていうことなくもっとみんなが自然に どっちも楽しめながらつながり合えるっていうふうになれたらいいんじゃないかなって思ってます3.11、ね、があった年からまた違った意味のフェスの意味合いが生まれたよね。なんか俺も生まれたと思ってる本当にあの時やっぱり同じような状況になったらここにいるお客さんをどう守ればいいのかとかっていうことも考えたし、まあ、聞かれたし。 それは多分新聞記者にどうするんですかって言われても答えられないけどでもあれでやっぱりなんか助け合わなきゃいけないとかでも本当にいろんなあの、まあ、原発のことであったりとかあの将来のこととかっていうのをやっぱり向き合わなきゃなと思って考えたしでそれやっぱり淳君はやっぱり未だに福島で月命日でちゃんと灯しに行っててそういうことをやっぱりあの俺はすごいリスペクトしてるだから変わんない付き合い方は。 作ってるんですよ本当に1ヶ月以上前から本当に入ってまあその1年前からずっといろんなことを考えてなのでまた来年もえやりたいなと思ってます。これがあのニューノーマルだと思ってさっき,さっきの言ったようにもう本当来年ももっと暑くなるかもしれないしまあそれはもう本当に考えなきゃいけないなと多分終わったあとスタッフともミーティングするし。 えー、でなんか意見なんかアイデアだからできるかどうかはわかんないけどまあそんなデラックスのとこを養成とかとは言わないけどこういうアイデアだったらどうとかっていうのも本当増えるかも本当なんでみんなで作っていくのが本当フェスティバルだと思ってますので、えー、なんかありましたこちらの方に <laughs> ねメールしてくださいねはい <laughs> えっとこの後と9時からまたライブが始まりますで、えー、最後の朝まで、えー、お付き合いいただければと思います。 あの皆さんあの最後まで、えー、た楽しんでいってくださいえー、2023年の夏がもう終わるかもしれませんはい、えー、すいませんぐだぐだしたトークですいませんでしたありがとうございましたありがとうございましたこの後も楽しんでください